バンドロゴパラダイスロストはイングランド出身のヘビメタルバンド。後にデスドゥームやゴシックメタルと形容される先駆者として知られる。一時期シンセポップな路線に接近したが、2000年代半ばより原点に回帰し、よりダークな方向に進んだ。母国よりもヨーロッパ大陸で支持され、特にギリシャやドイツではメインストリームなロックスターとして扱われている。また、 長い期間を通じて、ドラマー以外のメンバーは安定しており、変わらずに活動してきているのも特徴である。メインコンポーザーは、ニック・ホルムズとグレッグ・マッキントッシュであり、ほぼ全ての楽曲のクレジットに二人の名が挙げられている。1988年にデスメタルバンドとして活動を開始する。当初はスローテンポで陰鬱さを際立たせた。 デスドゥームの音楽性を表していたが、次第にニューウェーブやゴシックロック由来の端美的なエッセンスを取り入れ、独自の音像を築き上げていった。その音楽性は1991年のセカンド、アルバム、ゴシックにちなみ、ゴシックメタルと呼ばれるようになり、同じピースビルレコードのレーベルメイトであった、マイダイイングブライド、アナセマと共に、ザ・ピースビル3の一角として、 ゴシックメタル黎明期のシーンにおいて中心的な役割を担った。1992年にはミュージックフォーネーションズ遺跡第一弾にあたるサードアルバム s h a ズ e s of God を発表した。1993年にホースアルバム Icon をリリース後メインストリームのメタルシーンでもゴシックメタルのパイオニアとして知名度を得るほど人気は拡大。 1995年のフィフスアルバムドラコニアンタイムズリリースに伴うツアーはヨーロッパ、南米、オーストラリア、日本に行くなど大規模なものとなった。この初期の5作品を経てゴシックロックとヘビメタルの融合が完成を見せることとなりシスターズ・オブ・マーシーのファンがブラックアルバム機のメタリカをカバーしているかのような楽曲であると形容された。 1997年のシックススアルバムワンセカンドではデペッシュモード的なシンセポップの要素を導入。このアルバムはドイツ、スウェーデン、フィンランドのチャートでトップ10位を果たすなど彼らが最も商業的成功を獲得した作品となった。1999年にリリースされたセブンスアルバムホストにおいてはさらにシンセポップサウンドへのアプローチが進められ、 メタルとは、かけ離れた音楽性になるほど大幅な変化を遂げた。この作風について、ニック・ホルムズは、世の中に対して毒好きは目き散らしていた時期を過ぎて、現実を受け入れるようになったのがそのままサウンドに反映されたギターの音がほとんど聞こえないだろう。批判を受けるだろうってことは分かっていた。だが、俺たちはどうしてもこの音楽がやりたかったんだと、グレッグ・マッキントッシュは、 とにかく以前と同じことを繰り返したくなかった。そんな思いや、今の俺たちのあり方をそのまま映し出したかのような、まるで写真のようなアルバムであると語っている。このアルバムも、商業的に成功を収めた。2001年のエースアルバム、Believe in n グ」h i n g では、新生ポップの方向へ実験が続けられつつ、ロックサウンドへの回帰が見られる作品となった。テンスアルバム、 パラダイスロストでゴシックメタルへ、さらにイレブンスアルバム、インレクイエムでドゥームメタル的手法へと回帰し、ファンと音楽メディアから高い評価を得ている。2017年、よりダークな原点回帰に満ちた15スアルバム、メデューサを発表。ポーランドカトビチェ公演。ありがとうございます。